というわけでソ連軍と戦わせます。わあ、急に災害団体。今のところ目の前に災害が3体いるんですけど、どうやらソ連軍は到着が遅れてるようなのでなんとかしないといけません。あ、ちなみに戦うのは私ではなくてオールドスネークさんです。なんで？なんでって、私は女の子よ。あんた最低ね。とりあえず撃ちながら牽制をかける。今にもこっちに飛びかかってきそうな勢いだぞ。大丈夫よ、このメニュー画面からソ連ヘリをクリックすれば。あ、いや、しばらくすればソ連のヘリがやってくるわ。開始30秒もしないうちに設定ガバガバじゃん。まあ多少はね。ロータ、よし、ったわね、白ごぼう。一体目立ってる。よし、出番よ。さあ出てくるがいいわ、ソ連ヘリ。わあ。おいおい、最大の足想像以上に辛くない？ソ連ヘリの攻撃が正確すぎて私ごとプラン枯れそうだわ。ここは一旦降りる。めっちゃ近い。人物投稿回数ぐらい戦ってった状態だけども、やはりこう迫られてくると恐怖を感じてしまうな。と、オンドスネークは足腰が悪いのよ。へぇ、引っかかった。危ねえ、助かった。おいおいおい。てか、ヘリポッターどこ行った？帰っちゃった。仕方ねえ、もう一気召喚する。おらおらくないよなー。障害と鳥を離した瞬間の集中的重爆撃、そして思わずその追跡する圧を止めて爆撃にさらされてしまう障害。では、上のキルノブで障害が生じた。やはり戦闘ヘリに勝てるに突破構成物はこの世に存在しない。さあ、いた、あっちの障害もやっておしまい。おっしゃ、倒した。なあ、障害って公式だとめっちゃ強くて、どこまでも追いかけてくる設定だけど、このゲームの障害絶対化されすぎてない？はあ、当たり前じゃん。ゲームなんだから。ゲームって何か知ってる？遊びって意味だから英語で。ゲームなのに公式設定ぐらい強かったら遊びになりますか？え？答えてください、チャールズさん。ゲームって英語で試合って意味なんですけど。お、3体目の試合外の死亡確認。ということは、試合外は殺すソ連軍。ソ連軍は勝利。あの障害を戦闘ヘリ機で倒したわ。これはソ連軍だけではなく、スネークがいたからこそ成し得たよ。てめえよ、あのヘリどんだけ火薬積んでんだよ。どれだけ火薬積んでるって？積めるだけ積んでるに決まってるでしょうが。というわけでラウンド2。ビルダーベア軍団 VS ソ連軍。はい。うわ、めっちゃ大量に配置してるじゃん。早速ヘリの爆撃が、いいわよ、やっちゃいなさい。私も少しだけ重火器で応戦します。なかなかいい姿勢だな。続々とビルダーベアーたちがやられている。あの小さくてまともな機動性のないビルダーベアーたちが決して届くことのない距離からこうも爆撃を食らわせられると本当に手も足も出ない状態だわね。あ、もう終わりかな。爆撃もやんだみたいだし。ビルダーベアー軍団 VS ソ連軍、ソ連軍の勝利。圧勝というか、なんというか、前に個人で戦った時は命がけの戦いだったけど、装備が変わるだけでこうも戦いが変わるのかという、装備の重要性を感じましたね。何お前、軍事評論家のテレンスリーなの？というわけで SCP マニバーサスソ連軍、はい。この戦いは瞬きさえしなければ勝てるぞ。そうね、しかしオールドスネークよ。歳をとってドライアイがひどくなってるから、瞬きを一切しないっていうことは拷問に近いわ。今にさっさとヘリが SCP-173 たちを片付けてくれることを背中向けんな。う、どうしたというのスネーク。まさかお前らなんて目線外しても勝てるわボケ。で、痛いの。お前がピーキングして踊らしてるだけだろうが。で、何が一体倒れてる。う、チャールズわかったわ。ずっと瞬きせずに目線を合わせ続けてるのはスネークじゃない。ヘリのパイロットだわ。さすがだぜ。細かよく、正確で、こんな一秒も瞬たってずん。SCP-173 をその場から一歩も動かせない精神力。興奮。また彼の前の年次か。あ。さ、3体ともこれで倒れた。つまり。おい、検視するな。検視するな。検視するなー。SCP-173VS ソ連軍。ソ連軍の勝利。圧勝だ。圧勝すぎる。もはやクソトカゲ以外にソ連軍に勝てる SCP は存在しないのか？います。え？それではこれより最終ラウンドを開始いたします。オールドマン VS ソ連軍。はい。そうだった。忘れていた。完全に別に攻撃が通らない SCP はクソトカゲ以外に。もう一体いたんだった。そうよ、私も大一転して、敵地6戦との地球の中心に落とすことで、ようやく倒せたのよ。いやあれ地球の中心じゃなくて火山の溶岩だろ、話もいいな。うわぁ。
こいつ、近くにスポーンするたびにヘリがそこに爆撃するから、必然的に私も命の危険にさらされることになってしまう。そう、忍法だけ飛び降りて。体強、なんだオールドスネークだよ。グリーンベレーより強いじゃん。こいつ、どこまでもついてくるわ。今までの SCP を瞬殺してったこのヘリの殺人的な火力をもってしても、傷一つ与えられていないわ。こうなったら援軍を呼ぶしかない。見てよ、こいつくん。第二次世界大戦では敵同士だった国が、人類共通の敵を倒すために強化をしている。胸が、熱くなり合う、敵合う。3体のアサゴが大の大人に取り囲まれるがごとく、見事なまでに空ぼっこにされているわ、オールドマン。これだけやっちまったら、そりゃ傷も一つ二つできるはずだろ。しかも見て、あいつ私を追いかけ回すのをやめて戦車隊と戦ってるわ。そしてソ連ヘリの火力が強すぎて戦車隊をも撃破してる。こいつは大変だぜ。しかしオールドマンが私を狙うのをやめて反撃に出てるということは、それはもう相当追い詰められている証拠だわ。で、戦車隊と戦うのをやめてこっちにターゲットを戻したか。オールドマンバーサスオールドスネーク、なぜライジンはこっちの戦いもマッチングしなかったのかしら。そりゃ現実じゃないからだろ。うわ、おもんなしね。こうなったら完全なる炎で焼き尽くすしかない。いてよ、火炎放射器。確かに燃えオールドマンを倒したのは恐ろしいことまでの高温の溶岩。これだけの爆撃がつかなくても直接的な炎攻撃ならつくかもしれない。でもぶっちゃけ聞いてんのか聞いてないのか見た目だけでわからん。爆撃が激しすぎて何も言えん。なんかよくわからんけど、その隣にアルパルスガンを使うぞ。オラオラくらよなぁ。何も聞いてないじゃん。パック、こうなったらハンドパワー、オラオラくらよなぁ。あ。スネーク。嘘でしょ？嘘だよね。スネーク、返答しろ、ねぇ。オールドマンが下に忍び寄ってる。そして止むことのない爆撃。待たせたな。スネークさん。実は俺は死亡画面でクリックを押すと生き返れるんだよ。ナノマシン。便利やね。うわ、おもんなしね。というわけでさっさとこのオールド対決に決着をつけに行くぞ。なんだ、まだ戦うつもりなのかよお前。スネークは戦うために生まれた男。戦いをもってして彼の人生は遂行されるのよ。で、あそこでめっちゃ戦ってる。動画の最初からずっと戦わされ続けてきたソ連ヘリ。スネークが死に地上部隊が全滅してもなお一人で戦い続けてる。今回の動画の本当の主役、それはソ連ヘリのトイロボトだ。では反応のように捉えております。でももちろん今までのままでオールドマンは倒せないわ。そこで私はソ連軍幹部と掛け合って最終作戦に出たわ。お、なんだよ、ついに全盛期全戦力を使っての全面戦争か。おなわくわっすっと。そう、最後の作戦、それはね、火星機で死ぬこと沈めます。おい、それだとスネークとパイロットが死んで、スネークは自らを捧げたのよ。この恐ろしい化け物から人類を守るために。その化け物、お前が見える画面からスポーンしたやつらん。しかしこれで世界は救われたわ。オールドマンはこの世からいなくなり、もう人類は SCP に怯える必要がなくなった。で、あれ、オールドマン生きてね。おい、あ、ほんまや。オールドマンは、倒せんかったんや。オールドスネークの、自らの命を懸けた自爆攻撃でも、ネテロ会長ですら自分の命と引き換えに相手を倒したのに、くそ、こうなったら、こうなったら戻るしかない。あの始まりはしまえ。くらえ、惑星をも破壊するレーダー光線じゃ。お、これは、もしかして、もうオールドマンがワープしてこないということは。やったー。ついにオールドマンを倒しました。霊夢課長、やりました。まあ最後ソ連軍とか関係ないんだけどね。うわ、みんなが楽しんでる時に水差すこと言わないで。あんた空気読めなくてマジうざいわ。わら。
いや、なんかこう、もっと熱くなるような展開とかでさ、倒すやり方あっただろ。それはもう境界 SCP を倒せ第3話でやってるから、そっち見ればいいじゃない。というわけで任務を無事遂行したオールドスネークさんが帰られます。世界の危機を救ってくれてありがとう、スネーク、体に気をつけてね。二度と呼ぶんじゃねえ。なんでだよ。お前自分の好き勝手に設定組み込みすぎてわけわからないんだよ。それお前がついてこれてないだけだろ。というわけで今回の動画はこれで終わりです。え、何この画面。よくあるじゃん YouTuber のエンディングのやつ。私も動画見たぜこら。うわー、マリサー。あんた撮影中に割り込んでくるんじゃないよ、泥棒猫が。マリサが倒れた。しかし顔はなぜか満足してるように見えるぜ。なんか、久々に体熱くなってきたわ。お前の戦いやめて。この野郎。あらおらビビってんのお前だった。聞いていたわいじゃねえよ。てめえ中学も嫌な展開みたいなもんで殴りかかってきやがって。おら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 こうしてやる。はぁ、あ、はぁ、あ、ちょ。あんた、なかなかいいパンチするじゃないの。こいつ、いやこいつら狂ってやがる。もうこんなところになれるか、俺は帰る。スネーク待ってくれ。俺も連れてってくれ。こんなところなら殺されちまうよー。